毎度どうも。毎度、岩本でございます。さあ、岩本さん。いいよ。岩本さんが考える2024年、バズるであろうニューフェイスたちを、うん。今回はソフトバンク編ですよ。ソフトバンクね。はい。バズる候補山ほどいるのよ。ああ。俺これもう一本生かして。はい。うん。もう、絞り込めたその選手。リチャード、カモン。リチャードね。リチャード。今回、現役ドラフトで、もしプロテクト外れてる選手やったら、日本ハムは一本釣りかましたと思うんですよ。それがなかったと思う。日本ハムが指名をしなかった時点で、もうこれはホークスに必要な選手としてプロテクトかかってた選手と僕は勝手に思っている、はい、この情報は絶対に出てこないから、はい、勝手に思っていることでリチャード求められてる選手です。左バッターだけでいいんですかホークス、こんちゃん、柳田、左だけでいいんですか、中村晃、左だけでいいんですか、今や頑張ってますけども出塁選手やんか、スラッガーの、リチャード言っとかんかい、俺毎年言うてるわ、もう去年も言うたんちゃうかな、これ、うん、頼むよ。ただ今撮影現在では山川選手の動向でどうなるのかっていうのは人的な問題っていうのも出てきてるんですか。そんなんで押しのけられてるようじゃリチャードレギュラーにならへんよ。山川ファーストに追いやれ、ああでサード守れ、ホットコーナー守れ。さあ夏井さん、栗原選手ですか、うん、わあもうあこれ能力高いわでしょ。あとあくまでもバズると言ったんね、はい、うん、結構ソードバンクの内野手、内野栗原めっちゃ強いやん外野に回すっていう線もあるんですけど、彼はやっぱ近藤さんがいて、うん、周東さんもいるじゃないですか。何柳橋さんもいるんですよ。あもう。そう、他球団でバズってる可能性もあるかもしれないですよ。まやな。だって、井上選手が出てきたこともあってさ、野村大樹もいて、勇もいて。わわわわわ。何僕、ただただリチャード好きで言ってもうたのバレたな。であと、牧原大成選手もいるんで、強っ。外野に回すのか内野に回すのか知らないですよ。ホークス、なんで優勝できへんかったの。いや、それは簡単なんですよ。毎年、怪我人が出るんで。毎年いないじゃないですか、どっかに。ほんまやな。複数人調子悪くなったら怪我するもんな。はい。そうなんですよ。だから、普通に行けば、うん、サードは栗原さんじゃないですか。普通に行けばな。ほら、リチャード、ファースト山川さん中村晃もろて。そこはするんですか。リチャード、一般も行こう。いや、もうそうですよね。リチャード選手のためでも。もう。リチャード、パ・リーグのどっかにトレードも面白いかも。でも、ホークスはもう完成形にしたいと思ってると思うよ。ちょっともしかするとね、うん、その市場に出てきそうな選手ですね、立場的にね。そうか、でも山川はソフトバンク行くかどうかもまだ分からんし、でも行くんじゃないですか。ほぼ濃厚、ほぼ濃厚か、20億払うみたいな記事もいらっしゃる。山川、コンプライアンス担当の人ちゃんと話し合っとけよ、いろんな、改めてね、うん、もし、ね、ジャイアンツからウォーカーっていうか、まあ、ちょっと守備は厳しいかもしれないです、DH 専門とっても厳しいな。専門分野のトップ。なんやろな、あの獲得の仕方は僕には分からないんだけども。まあでも、ウォーカーはすごくこう日本大好きで、親日家であって、で、福岡の水には合うかもね。DH がいいですよね。DH やな、もう、うん、そうやね。パリーグ、もうウェルカムパリーグやね。ウェルカムパリーグやね。うん、もう、ぜひあのヘアスタイル見たら、もうバッターボックス入ってる時には、あらららららおん、あらららららおんって入ってほしいな。あらららららりのろんろん。みたいなね。相当そうなやつですよ。熱い。もうだって今バズる選手誰ですかって、バズりそうな選手ばっかりやもん。イクビっていうのもいいしからね。あの CS の時に出てきましたけど。出てきたな。力強いですか。ほんまやわ。ほんで外野で言うと、もっぺん鬼のように打ちまくるギータ見たいよ。2023のシーズン静かやったね。2割9分9厘。静かやで。3分足れへん。ホームラン24本。うわー、20本足れへん。40発。あの球場では20本だね。それ給料下がるわっていう話よ。外野はそうやって引っ張ってほしい選手が。キャッチャーか。あのね、キャッチャーはね、バズりとは別で、甲斐拓也がほんまにね、扇の要をずーっと頑張ってくれてます。言うたらジャパンの扇の要もやってるキャッチャーですよ。で、そこに峰井が、泥臭い峰井が出場機会を増やしてきたやんか。峰井がもうベイスターズにいる時から、パリーグやったやんか。で、パリーグの水で、もう本当にこの言葉ぴったりやな、水を得た魚のような峰井がすごいね。これ100試合やるんじゃん峰井選手が、うん、まあでもあの甲斐があのパフォーマンス落ちたって言ってるわけじゃないよ、
すごいレベルの高いところで勝負してくれていいんじゃないですか。今はね、このピッチャーにこのキャッチャーつけたらパフォーマンスが上がるっていうのをもうそうやってデータ化してる時代なんで、まあ、そうやってキャッチャー事情でいうとこの2人が戦うかな。でも他の若いキャッチャーそれ見習いながらいいものを盗んでもう奪ってまいよっていうことしか言えんかな。ソフトバンクでこのニューフェイスっていう部分ではちょっと少なくなりそうですね。うん、そう、ニューフェイスより今ちょっとなかなか伸び悩んでた人たちがラーンと出てくる。でもそういう選手たちが多すぎて、さあバズりそうな選手誰ですかって名前出したら止まらんようになってくる。驚いてんねん。ピッチャーやな。僕はね、スチュワート、はい、大器晩成してください。もうそういう時やってきましたよね。あなたを見てるとスチュワート佐々木朗希とすごい被るんですよ。可能性が、アメリカには縁がなく日本のプロ野球でホークスに入団して日本のピッチャーのレベルの高さ、これ世界でも証明済みなんですよ。でその指導者たちからノウハウを教わってもう一発で投げれるようになってるやん。で2023短期決戦マウンド上がっていたやん、ここ一番で、はい、もう期待を寄せられてる選手になるやん。背番号変えよ。2番はか、2番はキャッチャー。あのね、背中マウンドに立って背中を見た時で言うたら、セットポジション入った時にランナーが背中見た時にピッチャーらしくないから強く見えへんのよな。ピッチャーらしい番号開いたらそれつけてみたらどう。もうこれ僕言ってる時点で変わってるかもやけど、とっても重要やから。背中の描き方、背番号変わっただけですごい強いピッチャーに見えることだってあるんだから。だって僕覚えてるもん、あの20番で入団して3年でそれを球団20周年ってもう剥奪されて、で片岡さんが新人を争いしたルーキーやつけてて38番、僕いただいた20番から38番ってそんな降格番号じゃなかったの。でなんか気分よくやってると、おパンちゃん38番似合うね、おなんか姿変わったよなんて、20番もかっこよかったよね、おなんか変わったよって言われて、なんか様になってもがいたけどね3年。でそこで規定投球回数行った時に頭下げまくって頼み込んで18番をいただき、お前は18番の意味分かってるなって言われて、はい言うて頑張って2桁勝利した時に、あ本当に背中、その背中似合ってるよねと言われるようになったもん。でその年背番号18もらってキャンプでパッとそれを背中見せた時にみんなが、おガンちゃん似合ってんじゃん、様になってんじゃんって言われたこと覚えてる。でその気になった。うん、スチュワート2番は僕は違うと思うよ、ラッキーナンバーやったらごめんね。うん、まあそれとスチュワートと一人ね、バンド、おお、うん、めっちゃ男前や。男前で打たれてノックアウト食らって涙流した試合もあったやんか。うん、泣いてる場合ちゃうよ。その涙を糧に変えてリバウンドメンタリティに変えてくれているバンドが見たいね。はっきり言うで、パリーグの選手じゃないと思ってるぐらい男前やね、バンド。え、顔は男前やけど投球はパリーグやな、言われてみ。パワーピッチャーでドーン言うて、そういうサイバズリが見たいね。まあ先発苦しいですからね、そのバンドは今、うん、そこだけですよね。そう、ほんでまだまだ名前挙げたら東浜もそう、石川もそう、止まらへんね。それがソフトバンクの特徴。うん、でも先頭に立ってね、あのホークスの様を変えるにはスチュワートがローテーションの一角でドカッとしっかりと仕事をするとか、バンドが成長したねとなるのか、リチャードがサード守っておいおい声出とんなおいみたいな、そんなホークスになった時にはまたまた優勝争いしているチームになるんじゃないですか。うーん、録音外しませんよ、前置きに、ね。